では外装を説明させていただきます。アルミの方ですね、よく見かけるラークでしたっけね、ちょっと車外なんですけども、こちらの方アルミ入っております。ポテンザの G3 で20550の16インチでやっております。まあね、そうですね、カプセルとかよくありますが、ブレーキパッドのあれですね、減り方が、まあ、半分6分ぐらいまでしか減って、なんか錆びてきちゃってる部分とかですかね。まあ、もちろんですね、もともと全部使うわけじゃないんです。実際この辺までが正常値ぐらいかななんていうぐらいですけど、全然大丈夫ですね。しっかりブレーキ効いてます。パッドの方もまだ交換されてからですね、何万キロも走ってないということなので、まだまだ使います。で、外装の方まだ、完全にきっちり洗って仕上げてないのですが、白ですね、人気の白でございます。下の方、まあ、しょうがないですよね、この辺の下の部分は違うかなっていう。で、リアスポイラー、これ純正で、あの、角度替えもできるものでございます。こちらも車検正規で通るモデルでございます。そして、マフラーですね、まあ、ノーマルにほど近い感じでも見えるんですが、少しサウンドがよろしいですね。ちょっと音を聞いてみましょうか。はい、ということでですね、まあ、エアクリも入ってるということで体感、音量は結構あるように感じますが、アイドリングじゃ非常に静かです。車検なんか問題に気にすることないですね。そして店員の車高調ですね、こちらもまだまだ元気に動いております。もうデフのにじみも出ておりませんし、下回りはかなり綺麗ですね。はい、店員の車高調です。まあ、ちょっと、まだ完全に綺麗に洗いきってませんので、薄汚れなんとかありますが、まだまだ綺麗にしっかりツヤを出してからもう一回撮影させていただきたいと思います。まあ、ホロの方は多少経年劣化の色褪せですね、これは出てますしょうがないところなんですけども、まあ、大きなですね、目立つようなへこみとかですね、カチャっていう傷もないんですが、よく見るとこの辺にちょっと2箇所薄へこみ、はい、このぐらいですね。ね、あとはまあステップ下の方に小さい擦り傷とかですね、ちょこっとあったりしますが、まだまだいける部分じゃないでしょうか。そしてまあお決まりですが、多少はちょっと曇ってきてると、これもコンパウンドでちょっと磨いてみます。そして穴ですね、こちら大振り消せますので、ソブ付きの嬉しい RS2 でございますね。 RSS まだ多少見れますけど、2になると本当に珍しいです。なかなか見ませんのでね。はい、ではエンジンルームですね。非常に安定したアイドリングで、車外エアクリーナーですね、ちょっとカバーで見えづらくなってますが、車外のエアクリでございます。ちょっと見たいですよね。見えます。はい、まあ、純正の部品ちょっと全部ありませんので、純正に戻される方でもそれほど苦じゃなく、実際の取り回しはここから裏側にスペースになっておりますので、はい、でベルトの方も18インチのゴールに交換してあったりしましてですね、本当にノーメンテでこれからもいけそうな、非常にアイドリングも安定してエンジンのブレもない1台でございます。ほら、ゼータの方まず全然色も変色してませんし、全然大丈夫ですね。はい、ボンネットにも大きな凹み傷はなく、この小さい擦り傷ですね、コンパウンドでちょっと消せそうですね、これも取れそうです。はい、ちょっと外装はしっかり仕上げようと思いますという感じで、外装の方説明させていただきました。ありがとうございます。メジロ自動車小野でございます。もうちょいで全部撮ります。はい。